おっと、予報通り真っ白、雪降ってます。まあすぐ溶ける感じですけどね。あんま降ってもらうとせっかく塗ったあぜが崩れますからね。この程度でお願いしたいなと思っています。さあ今日はってことはあぜ塗りもできないし、今日は何するのかな。まあルーティンのお米の配達には行きます。イエーイ。はい、昨日残念ながら入手できなかった50リットル味噌おけの代わりに買ってきた40リットルおけで、林さん家の、林さん家仕様の最後の味噌の仕込みは終わりました。今度はもう残りはあれです、あの林家とか、まあ社員さん用の自家用味噌を仕込む日が1回やって、今年のお味噌作りは終わりです、ね、本来50リットルとこれ全然大きさ違うよね。40リットルだと発酵した段階でちょっと汁が垂れたりなんだりするもんで、余裕を持って50リットルにしようということで50リットルは買いました。だから50リットルこの結構大きめのやつが50リットル、これが今まではちゃんと入手できたのにね、急にメーカーが廃盤にしたんだよね。一体なんだろうな、これとってもいいのに。今40リットルと60リットルがメイン使う、それしか作ってないですよね。まあそれ以下は細かいので結構あるんですけどね。いやー参ったね。まさかネット通販カゴに入れといて欠品の商品をカゴに入れてるなんてね、思いもしませんでした。はい、ということで今日は、沖縄ブラウンシュガーということで、YouTube ファンの皆様ありがとうございます。皆様のおかげで黒糖風味ともち&揚げかき餅が大人気でございまして、もう増産に次ぐ増産、ということで、そうするとこうお米も足りなくなっちゃって、今精米を追加でしています。いや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 、ついに米が足りなくなるまでの事態になっていますんでね、皆さん本当にありがとうございます。皆様のおかげでございますので、また作って買い物カゴに入れときますので、皆さんでぜひお買い求めください。イエーイ。ベルビーさんに配達に行ってきます。イエーイ。白金幼稚園さんにゴブ精米を運びます。ゆうこのみんな待っててね。黒糖風味とぼもちつきます。イエーイ。何秒後に入れてんの？30秒は経ってから。早く入れると混じらんのよね。早すぎてもダメだ、つぶつぶになるもん。1分くらい経ってからでもいいけど、逆に経ってきたら
ップ2杯半。はい。まあ適当。相変わらず混じらんね。3分25秒ぐらい。3分半。普通、まあ普通より1分以上長いよね。1分ぐらいか。そうですよ。ゴムになるよね。ゴム、ただでもゴムゴムやる。はい、黒糖豆とぼもちはお塩 24g で設定しています。まあいろんな、お餅によって重さは変えています。塩の入れ具合は変えてますけどね。まあいろいろ試行錯誤して 24g がいいんじゃないかなっていうことで。ちなみにこれお餅は 4000g あります。はい、お塩入れて。石川県の餅はお塩入りというね。結構あの何ていうかな、高分子化してゴム化しとってね、押しても戻ってくるのよね。弾性変形でビヨヨヨンって。だから結構通常量押し込んでやらないと型から浮いてくる。これでも伸びる。伸びんかな。この時間。ビヨヨーンってなるけ。あのこう振って伸ばしやらんと伸びてこない。なるほど。試食作ってもらってます。はいはい、林さんちのお皿に。はい、ありがとう。これは後で俺が食べる。まさかこんなに黒糖とぼもちが、黒糖風味とぼもちが売れると思わなかったもんね。もうブラウンシュガー追加注文何台も作る。皆さんまた買ってくださいね。伸びない。ビヨヨンビヨヨンってやってる。ビヨヨンビヨヨンってやって伸ばしてます。ビヨヨンビヨヨンビヨヨンって。ただ回してもなかなか伸びてくる。ゴムゴムや。めっちゃ抑えてます。これでもか。できたか。まだ押さえるやん。まだとどめ。まだ戻ってくる。満足したか。まだか、はい、よっしゃ、オッケー。黒糖風味とぼもち試食してみます。どれ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 。あ、硬。持ち上がってこない。
で。めっちゃ甘くて美味しいです。これは売れるわ。完食です。皆さんもお買い求めください。はい、ちょんちゃん、ただいま。お前もチャンネル登録増やすのに、そうやっぱ猫やろ。やっぱチャンネル登録アップのためちょみぞ頑張るか。ちょみぞチャンネル作るか。どうする、ちょんちゃん。ね、ちょみぞチャンネル作るか。猫に僕を縛りつけてそれ虐待って言うよそういう説まで取ると。トンちゃんどうする、 GoPro つける。 GoPro つけとくか。はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、はい、天気よくなりましたけど風は強いで、風塗り再開しました。雪降ったけどすぐ溶けましたね。え、全く問題ないし。
ありがとう。寒かった。撤収。やっぱ寒いわ。さすが雪降っただけある。じゃあ頑張って汗塗りも進めていきます。イエーイ。